こんにちは、アムです。新ガチャ来ました。お正月初世装備福引き筆。実はですね、今回ちょっとタイトルでも触れたんですけど、無料でね、あのポイントで換金して、お、虹来た、使える。おー、ワイルドベレーですね。はい、既存のやつです。キープしていいかな。すぐたまっていうね、あのポイントでジュエルがこう、ジェムがね、購入できるっていうサービスを使って、まあ課金してるんですけど、実質無課金っていうね感じでガチャを引いてます。また後でね、その詳しいやり方とかは説明したいなって思うんですけど、まず1個ワイルドベリーが来ました。はい、20連目。まあ、ちょっとね、あの年末年始使いすぎちゃってね、お小遣い足りねえんだよっていうね人は参考にねしてみてください。あー、ゴールドか。はい、なかなかね、ちょっとお年玉を期待したくなるんですけど、お年玉はもらえないだろうから、なんかね、飲み会とかね、なんかいろいろ出費がね多い時期ですからね。はい、30連目。ちょっと今回はそんな感じでね、裏技を使って引いてます。あとは自分でね、貯めてた、もともと貯めてたやつですね。お、21個来ました。さあ来い。はい、帽子最後の方かな。皆さん年末年始はいかがお過ごしでしょうか。忙しくしててね、ちょっと動画なかなか見れてなかったよっていう方もいるかもしれませんが、あー、限定じゃないか、知りませんが、あの年末年始もね、できるだけ動画ね上げていきたいなと思っております。ドラクエね、ドラクエウォークの方もね、ちょっと時間がね、少しはね、みんなもそうかもしれないけど、ゆっくりできる時間があるかなって思うので、お正月頑張って進めたいです。54まで来たんですよね。55まであとレベル1ぐらい。さあ、40連目でございます。そろそろ限定の香り欲しいそろそろ、お、2個来ました。今回も確定が出る。あー、外貨の鎧上、意外と初めて1個目でしたね。多分上、なんか帽子、頭下守ってるな。ちょっと歩数がね増やしやすいし、あと地方武器とかもね、地方武器じゃない、地方心とかもね手に入りやすい時期なので、ね、皆さんいろいろねはかどるんじゃないかなって思いますが、あれじゃあ50連目です。ギガ武器境界師が手に入りますので、これはこれで、お、1個来ました。もう来てもいいんじゃないだろうかもう来てもいいんじゃないだろうか。毎回1個ぐらい出るか出ないかって感じなんですよね、60連だと。その後チケットで引いてるんですけど、意外と今回天空をいろいろ武器がね来てるんですけど、チケット貯めてるので、あれあれ怪しい香りが漂ってきましたが、ちょっといい年を迎えたいのでね、ここでラスト10連確定です。星5、1個は確定。ただ今回のね狙いの筆ちゃん、筆、お、2個来た、筆来い。筆がね来てくれれば、他の装備も可愛いですよね、見た目が。イベントに、あれあれ、ちょっとお正月を迎えられないぞ、このままじゃお正月を迎えられない。お願いします、頼んだ、ちょっとちゃんとお正月を迎えたいんだまだ迎えられないのか、お願いします
こういうお正月装備も着ているよっていう感じのコメントしかできない動画になりましたが、はい、ということでね、今回ガチャを引いていったんですけど、裏技っていう話はねちょっと話しておくと、このすぐたまっていうポイントのねマイルゲットできるこういうサイトがあって、これのポイントで iTunes ストアでねジェムを購入しました。マイルっていうのを貯めて、ショッピングで貯める、サービスで貯めるとかいろいろ貯められるんですけど、いろんなネットのポイントに変えられたり、もちろん現金にも変えられるし、7個ポイントとかスターバックスカード入金とかもね使えますね。ゲームで使いたいぞっていう時はこの Google プレイギフトコードとか Apple ストアのコードに変えて、まあ、普通にジェムを買うと買えるっていう感じになります。両方とも2マイルで1円っていう感じなんですけど、ゲーム以外でね買いたいっていう方もお正月とかちょっと暇な時間あったら見てみてもいいかなって思います。いろんなね方法でマイルは貯められるんですけど、まあおすすめなのはこの辺のアプリですね。アプリゲット、ご指定のところまで進めるともらえるっていうね、ゲーム好きにはかなり嬉しいシステムなんですね。アズルレーンとかもあるし、13章ステージ1クリアで、まあ、1008マイルなんで504円ですね、とかロードモバイルとかもあるし、あと17とかもありますね。結構ねちょっとしたゲームやりながらついでにマイル貯めるぐらいな感じでできるかなって思います。ちょっとね実際課金するのはちょっと引けるっていう方も、マイルでねアイテムをね買うっていうのだと、もしかしたらねちょっと手つきやすいかもしれないので、こっちもねよかったら参考にしてみてください。ということで最後までご視聴ありがとうございました。年末年始楽しんでいきましょう。バイバーイ。